にちは、新代理メンバーの高橋鈴香です。私今日すごく緊張してるんですけれども、本日はですね、ザ・ブレイクスルーカンパニー GO の三浦さんにお越しいただきました。三浦さん、よろしくお願いいたします。お願いします。すごく緊張してる。緊張しなくていいですけどめちゃくちゃ緊張してるのは伝わってますよ今だったら、三浦さんが就活だったら入社したい企業を3つ挙げていただきたいです。どんな人かにもよるとは思うんですけど、3つ。まず任天堂は変わらないと思いますね。じゃあなんでですか？やっぱりさ、その新しい何かを生み出すっていうことをずっとやってきた会社で、でこれからの時代って、これ俺よく言ってるんだけど、IT の時代から IP の時代になるっていう言い方をよくしてるんですね。IP って初めて聞きました。要はそのキャラクターコンテンツビジネスのことですね。インテレクチャルプロパティっていうことなんですけど、例えばドラえもんも IP だし、マーベルも IP だし、世界最大の IP といえばディズニーですよね。ディズニーのキャラクターとか映画とかって1個売ってもなくならないじゃないですか。なくならないですね。で、世界中が熱狂するでしょ。だから実は IT と比べて再現性がないと思われてた IP は、実はインターネットが普及することによって IT 以上のそのレバレッジが効く爆発力がある市場になっていくんじゃないかって言われてるんですよ。なるほど。でそんな中で、日本で IP をグローバルに通用するものを作ってる会社が大きく2個あるんですよ、それが1つは任天堂で、もう1つは集英社。集英社？集英社、ジャンプですよね。読まないです。読まないと思うんだけどでワンピース知ってるでしょ。知ってます。ナルト知ってるでしょ。知ってます。そういうその世界中の人が知ってる IP、コンテンツを作ってる会社っていうのは、日本だけじゃなくてこれからどんどんグローバルに広がっていく可能性があるから、だからまあ1個は任天堂で、もう1個は集英社。集英社に行ってワンピースとか、今俺の好きな漫画で言うと、今やってるやつだと、ジャンププラスの方でやってるスパイファミリーとか、ああいう漫画をグローバルに広げていく、BTS みたいなものになる可能性があるわけよ。そうじゃん、そう考えると、集英社と任天堂のグローバルに広がっていく可能性やっぱすごいと思います、ね。なんか前回は、箕輪さんと元日経の記者の後藤さんに聞いたんですね。でその二人は絶対にそのインバウンド向けの何かをやりたいみたいな話をされたので、インバウンドでいうと観光業っていうのはこれから日本にとってめちゃくちゃ重要な産業になってくると思ってるんですけど、だからまあ外に出てくのがコンテンツで、中に引っ張るのが観光産業だと思ったら、まあ同じかなと思いますけど、そういう意味では。じゃあ皆さんが今就活で入社したい企業は任天堂か集英社。集英社。今任天堂とか集英社とか博報堂とか、結構みんな就活生が名前の知ってるような会社が上がると思うんですけど、就活生が知らなそうだけどおすすめする会社とかってあったりしますか？基本的に広告業界で一番新卒で入った方がいいのは多分うちの会社だと思う。っていうのはそのなんでかっていうと、GO は日本で一番その最先端の難しい仕事が来るんですよ。例えばファミリーマートさんのプライベートブランドを全面リニューアルを半年でやってほしいとか、そろそろナンバーを入れ替えようっていう渋谷駅の広告とか、マーケティーターのイメージでしたっていう新聞広告とか、あとコンビニ全店で売ってるファミマルっていうその商品は全部うちの会社でブランディング、デザイン、ネーミング全部やらせてもらってて、でこれ通常2年くらい普通の会社でやることを一気に半年でやって、しかも売り上げが一気にめちゃくちゃ伸びたんですね。広告領域における一番難しいチャレンジができるのが多分その会社だから、成長したいとか、新しい体験をしたいとか、新しいビジョンを作りたいっていう人にとっては向いてる会社かなと思います、なるほど、ありがとうございます。次に聞きたいのが、今就活生人気企業ランキングっていうのがあるんですね。ナンバーワンが損保、次が東京海上日動で、ナンバー3が伊藤忠なんです。伊藤忠さん。結構その企業ランキングに就活生が集まりがち、何がしたいとかではなくて、なんかその社名がいいからとか、っていうことで結構選びがちだと思うんですけど、そういう企業の選び方ってどう思いますか？就職企業人気ランキングに出てくる企業は全部素晴らしいと思います。だが、そのランキングだけを当てにして就活するのはすごくリスキーなんじゃないかなって思うって感じかな。それはなんでリスキーだと思われますか？要は、あまりにも企業のことわからないから、皆さん。そうなんですよ、なんで、一旦ランキングを参考にするっていうのはいいと思うんですけど、ランキングだけを鵜呑みにして自分の就職する先を決めるのは、もうクラスの人気ランキングしか見ないで恋愛のパートナーを見つけるくらい無謀なことだなと思います。なるほど。
思想と環境と報酬って言い方をするんですね、はい、ノートに延々と自分の人生を書いたらいいと思う、はい、